はい、えー、ここでは、えー、高校バージョン2次関数 y a x √ x p の2乗 +9 のグラフの書き方についてやっていきます。えー、と手順は先ほどと同じです。頂点開き通過点の順にグラフを書いていきます、はい。じゃあまずちょっと基本事項として押さえておいてほしいんですけども、えー、とこういう式の場合は、えー、と頂点と軸が,軸が変わります。頂点は p カンマ9になります。この x のすぐ、えー、横についているこの2乗の中身のこの部分ですね。この部分の符号を変えたものが 頂点の x 座標ですでこの2乗の塊の外側にあるこの数字これが頂点の y 座標ですこれは早、ね、めに慣れていきましょうで軸というのは x イコール p つまり頂点の x 座標に x イコールつけたものですねあのこれちょっとどういうことか簡単に説明しておくとえっと y イコール ax2 乗っていう放物線の場合はこれは 頂点点は原点だったんですねこ,こんな感じ。でそれに対して今回のグラフっていうのは実は平行移動してるんです。この後の話にもやりますけど、えー、とこの x だった部分が x-p っていう形に変わってる。でこの外側に q というものが、えー、ついてる。こういうふうにすると実は頂点がですね、えー、と右に p 行って、えー、上に q 行くとちょっとこうずれるんです。p カンマが こうずれた形に、えっと、こうなります、うん、で、えー、と,ということで頂点が、えー、と p カンマ9で軸も、えー、ここですね x がちょうど p の場所ですよということで x イコール p という形に変わります、ね、これをまず確認をするでその後開きを確認して、えー、通過点を求めるという手順ですちょっとこう実際にやってみましょうはい y イコール2かっ引 x-1 の2乗プラス3のグラフを、えー、書きましょう はい、でまずやることはですねこの式を見て頂点を求めることです頂点というのはこの2乗の中身のこの x の横横と外側これを見ますで、えー、と x の方についてはこれは符号を変えますマイナス1だったらプラス1ねこっちがプラス1だったらこっちがマイナス1になりますねということで1カンマ3というふうに頂点が読み取れますそして軸は x=1 はいでまずは頂点を書きましょう頂点は1カンマ3だからこの辺、はい、頂点書いたら今度開きです開きはプラスだから こんな感じ。ね、夕方ですで。最後に通過点1つ求めますで通過点どこでもいいんですけど例えば2とかでもいいんですけどあのよくやるのはですね y 軸との交点よく求めます、ね、で y 軸との交点については、えっと、x イコール0を代入しても求まりますいいですかね x イコール0代入すると y 軸との交点が分かります x イコール0の時は x イコール0の時は えとこれは y がこう0代入すると2かけるえと×ス1の2乗で1ですね足す3ということで5になります。ということは 0×5 っ,でで、ねまあ、って書いてもいいですよ。ということでこれでグラフの完成です。はい、こんなふうにえとこういう少し、ね、あの変わった式の形の時はえと頂点と軸をまず読み取ってえと頂点書いて U 型か逆 U 型か書いて Y 軸との交点を出すという手順になります。 えとこれねあの早めにあの慣れていけるようにしましょう。